その一報を聞き、俺は公園へと急いだ。現場に到着すると、そこは警察や大人たちでいっぱいになっていた。電話ボックスのすぐそばに大人たちが車座になっているのが見える。あそこか。俺は人垣をかき分けて中心へ入ると、そこには変わり果てたミクの姿があった。ミク、ちゃん？そして、ミクの遺体のそばにはアツコの姿があった。カバーをかけられてはいるが、ミクの遺体の損傷具合はよくわかる。アツコは目にいっぱいの涙を溜めている。桐崎くん。アツコ、どうしてここに？さっき電話したんだぞ。ごめん。たまたま公園を散歩していたのよ。そしたら、ミクの遺体を発見して、本当にどうしたらいいのか。そうだったのか。しかし、アツコが再び公園を訪れていたのはなぜだろう。散歩にしては遅すぎるし、そもそも彼女はそんな時間に出歩くようなことはしない。あ、桐崎くん。振り返ると、そこにはミクの母親がいた。あ、ごめんね、夜遅くに。いえ、そんなことないです。こんな時、大人だったらどんな言葉をかけてあげるのだろう。俺には、適切な言葉が思いつかなかった。ミクさんは、どうしてこんなことに？なんだかね、あの子、夜になって急に公園へ行くって言い出して、飛び出して行ったのよ。どこかに電話するって言って。どこかに電話する？そう言ってたわ。それで、ここで、何者かに襲われて、頭を殴られて。そこでミクの母親は泣き崩れてしまった。それも当然だろう。確か、ミクは一人っ子だったと思う。そんな大事な一人娘を失ったならば、こうなるのも致し方ない。そういえば、ミクの父親はどうしたんだろう。自分の娘がこんなことになってしまったっていうのに、どうやらここには来ていないようだ。あたりを見回しても、それらしき人物は見当たらない。これがもしかしたら、ミクの素行の悪さの原因になっていたのかもしれない。余計なお世話かとは思ったが、そんなことを想像してしまった。お、桐崎、早かったな。あ、タイノ。なんか、大変なことになったな。ああ、そうだな。びっくりしたよ。まさかな。僕、慌てていて、こんなものを持ってきて出てきちゃったさ。タイノは、クラスの緊急連絡網を持っていた。噂好きのタイノのことだ。きっとクラスの連絡網を使って、この事実をいち早く伝えてしまったんだろう。だが、感謝する気にはなれない。アツコはミクにつきっきりでそのむごたらしい姿を見つめている。しかし、親友のアツコが第一発見者とは、運命はひどすぎる。それで、今日が告別式というわけだ。なあ、桐崎。隣にいたタイノが、小声で話しかけてくる。一体、こんな時に何だというのだ。やっぱりさ、昨日、僕が言ったことは正しかったんじゃないかな。昨日言ったこと？ああ、サトル君の電話さ。
ミクさん、何も言われなかったって言っただろ？きっと未来がなかったからなんだよ。僕はそう思うな。俺はタイノのその言葉を無視して、アツコの方へと目をやる。アツコは目を真っ赤に腫らしてうつむいている。アツコ、大丈夫だろうか。心的ストレスがたまらなければいいが。今はタイノの誰ごとに付き合っている場合ではない。そうしているうちに、昇降の番が近づいてくる。俺たち三人は席を立ち、昇降の列に並ぶ。そのすぐ後ろには、桜井という体育教師と、俺たちの担任である京子先生の姿がある。京子先生は、俺たち三人のクラスの担任だ。主に音楽の授業を受け持っている。どこか影があるようにも見えるが、それでも学校では一番人気のある先生だ。そして桜井。こいつに関してはいい噂を聞いたことがない。主に体育を受け持っているのだが、その暴力的な立ち振る舞い。それは生徒の間で嫌悪の対象となっている。言葉よりも先に手が出るという、どうしようもない暴力教師だ。そしてこの二人には、ある噂が立っていた。なあ、桐崎さ、あの二人が不倫をしているっていう噂、本当かな？タイノがニヤニヤしながら言う。こんな時に話すようなことか？そう思ったが、その噂こそが二人に関する重要な噂なのは確かだ。生徒の間ではその噂を理由に桜井を毛嫌いする者もいる。桜井と京子先生の不倫の噂、どこそこで仲良く歩く二人を見たとか、宿直室で密会を繰り返しているとか、女性週刊誌レベルの噂ばかりだったが、それは生徒たちの間でまことしやかに語り継がれていた。一体どこまでが本当なのかは甚だ疑問ではあるのだが。なあ、先週も密会していたらしいよ、二人でさ。これ、三組の小野が見たって。バカバカしい。俺はタイノを小突いた。あいて、何するのさ、切り裂き。黙ってろ、お前は。何を言いこぶってるのさ。お前だって興味あるネタだろ。興味がないと言ったら嘘になるが、しかしそんなことはどうでもいいことだ。少なくとも俺の生活には何ら変化をもたらすことはないし、俺がその噂に変化を与えることもない。そんなことを考えているうちに、昇降の列はだんだんと進み、いつの間にか俺たちが昇降する順番になっている。その時、あれ、この視線は、視線を感じる。後ろの方からか、それとも全く別のところからだろうか。視線の元はわからないが、まるで俺の体にまとわりつくような、そんな視線、どこか粘着質な、そしてどこか畏怖の念を抱かせるような、そんな視線、俺たちは見られている、何者かに。果たして誰が俺たちを見ているのだろう。なんだか気持ちが悪い。こういった視線は得てして誤解であることが多いが、これは違う。確実に誰かが俺たちを見ている。しかし理由がわからない。誰が何の理由で俺たちを見ているのか。桐崎君、私たちの番だよ。アツコの声が現実に引き戻してくれた。ああ、昇降している間もずっとその視線は俺たちを睨みつけている。ずっとどこか一点から睨みつけている。ふぅ、なんだか疲れたな。そうか、桐崎は気を使いすぎるよさ。僕のようには、なりたくないな。な、そんなこと言ってるといつか天罰が下るさ。天罰ね、勝手にどうぞ。あ、し
しかし、あれだね。これで僕の言い分が正しいことが立証されたわけだけど。は？サトルくんさ。葬儀場と同じことを言ったら、その瞬間に殴ってやる。少なくとも敦子には聞かせたくない。やっぱりミクさんは未来が。タイノ！何さ、切り裂き。ふざけるのもいい加減にしろ。そんなこと、そんな非科学的なこと、いつまで言ってれば気が済むんだよ。それは違うさ、切り裂き。どう違うって言うんだ？だいたい科学で全てを割り切ろうとするのが間違っているのさ。世の中には不思議なことだって存在するのさ。こいつもミクの死に対してリアリティを感じていないのだろうか。そうでなければこうは振る舞いまい。だがそれは俺も同じだ。ミクとはアツコの親友としてしか付き合ったことがない。そこにもリアリティは存在しないのか。やっぱり僕の予想が当たったのさ。しつこくタイノは続ける。俺が言い返さないのをいいことに調子に乗りやがって。ミクさんは未来を教えてもらえなかったのさ、サトル君にね。黙れタイノ。俺はアツコのことが心配だった。さすがに親友が亡くなった直後にこんな話を聞かされたくはないだろう。少なくとも俺がアツコだったらそんな話は聞きたくない。今は静かにしておいてほしい。そう願うであろう。しかしアツコは意外なほどに平静だった。突然アツコは口を開き、ねえ、これからさ、どこかへ行かない？そう提案した。どういうつもりなんだアツコのやつ。無理して明るく振る舞ってるのか？だとしたら痛々しいことこの上ない。そんなアツコは見たくないし、もしアツコが気を使っているのだとしたらそれは違うだろう。気を使うべきは俺とタイノだ。じゃあさ、公園に行こう。な、いいだろ。タイノはひょうひょうとした口調で言う。アツコは顎に手を当てて何やら考え込んでいるようだ。しかし公園だなんて、ミクが死んだ場所にどうして行こうと言い出せるのだろう、こいつは。いいよ。じゃあ公園にしましょう。え？アツコの返答には驚いた。この場をどう取り繕うべきか思案に暮れていたというのに、こんなに、そんなにあっさりと OK を出すとは。もうミクのことはある程度吹っ切れたなんてことはないだろうが、今はアツコの心境に合わせよう。そうだな、アツコが行きたいなら。よし、決まりさ。じゃあ昼過ぎに公園のいつもの場所で。いいわ、そうしましょう。わかった、じゃあな。こうして俺たちは各自の家に向かった。しかし、こうして改めて一人になってみると、どうしてもミクのことを考えてしまう。なぜ彼女は殺されなければならなかったか。通り魔的な犯行ならばそれは悔しいが、今回の一件には何か他の理由があるような気がしてならない。昨日からミクに起こった変化といえば、サトル君に電話をしたくらいだ。ミク殺害の原因となりうるようなことといえば、それくらいか。もしもオカルトを肯定した場合に限る話だが。でも、これは可能性の域を出ないな。そう、確実なことはわからない。大体、サトル君に何も教えてもらえなかったからミクは死んだというタイノの推論は非科学的すぎる。それはおそらく内線だろう。そんなことがまかり通ったら、世の中のあらゆるシステムは崩壊してしまう。そうなると、あの視線か。俺は気づいたが、あの二人はどうなんだろう。アツコたちに聞いておけばよかった。なんだか夏休みも始まった。なんだか夏休みも始まったばかりだというのに、いろんなことが起こっている。なんだか、今年の夏休みは、いつもとは違った夏休みになりそうな気がする。